Let's make today count. It's going to be another lovely day. Time to reach out and enjoy your sky. Think positive today. The sky is yours. Sky.Good morning, everybody. How are you doing this morning? It's 5 minutes time for Sky with me, Minoru. おはようございます。時刻朝5時を回りました。3月11日火曜日、東京半蔵門のアースギャラリーからやっていきます。Sky、石川Minoruです。東京の空、今この窓の外を見るとですね、ほとんど明かりがボワーっとしか見えてないんですよね。あの明かりもあんまり灯ってないですし、ビルの明かり。同時にその明かりも霞んでいる。もしかしたらちょっと今日霧が出てるんじゃないかなっていう気がするんですよ。っていうのは、車が、僕の車、乗るときもびしょびしょだったんですね。で、このちょうど皇居の前も路面が少し濡れてるぐらい。でも雨は降ってないんですよ。で、ワイパーを走り出して何分間動かしてないと、走れば走ってもいくら、どんどんフロントグラスが曇ってしまいましたから、来た春だよ。春だよなんて思いながら、そのね、ちょっと前まではそういうふうにちょっと夜露が降りてると、車凍っちゃってたんですけども、今日は本当にしっとりとこう濡れていて、甘露って言いますけれども、植物にとったら本当に甘い梅雨で、これからこれを栄養にして花咲かしていったりとかするんだなと思って、しまいながら僕にとってもこうなんか舐めたら甘いんじゃないかななんていう気がするぐらいの気持ちでやってきたんですけど、今日かなりね、東京は気温も上がるみたいですしね。週末ですね、この前も昨日も言わせていただいたんです、かなり僕バタバタしてるんですね。で、遊びに行く暇があんまなくて、夕食ぐらいはこうしっかりとこうじっくりと時間をかけて美味しいもの食べたいなというふうに思ってたんですけれども、でも何が食べたいかちょっとお腹が空きすぎて分かんなくなっちゃったんですね。で、後輩はうちにこう来たんですけども、何食おうかなんて言って、後輩はお腹空いてないので、なんかこう雑誌を読んだりとかしてるんですよ。もうちょっと待って、なんか食い行こうよと思っても決まらない。まずこう友達の店に電話して、どう空いてるって言ったらですね、いや、いっぱいなんだよね、予約も2つ入ってて、カウンターの席なら取っとくよというふうに言われたんですけど、なんかこうね、カウンターでこうじっくりっていうのもなーなんて、テーブルにこう食べ物いっぱい広げたいっていう感じがあるじゃないですか。で、お好み焼きは行っちゃったし、焼肉も行っちゃったし、オムライスの美味しい店も行っちゃったし、メキシコ料理屋さん潰れちゃったし、僕のこういつものこうルートっていうのがですね、全部こう大体一回りしちゃってたんですね。何かなぁと。で、友人にこうメールしてみまして、なんかうまい店ないっていうに送りましたら、そいつは豆なやつなので、宮崎料理屋さん美味しいのありますよ、電話番号もちゃんとついてて、お、良さそうだけど、もうちょっとなんかこうエキサイティングなのないっていうふうに、何ですかそれはっていう感じでですね、じゃあ居酒屋で安いうまい最高の店があります、で、またそこも電話番号ついてるんですね。これエキサイティングかとか僕は思いながらですね、なんかもう腹がお腹が空きすぎて、もう訳がわからなくなってきちゃったので、これは冷静に考えなきゃいけないと思いまして、まず自分でトーストを焼いて、トーストを食べてから、よし落ち着こうと、そこで食べ終わった後に気がついたんですよ。ネパール料理に行ってないじゃないか。ネパール料理も1年近くなると思うんですよね、もう行ってから。結構行ってなくてですね、行かなきゃと。早速行って。そのネパール料理屋さんはちょっとですね、まあ、畑の、都内でも畑の中にある中にポツンと3階建てぐらいでドーンとこうレンガ造りで建ってまして、上は住居になってるんですけども。で、電飾がいっぱいついてて、すっかりネパールなんですね。で、もう調度品も全部ネパールのもの。で、雰囲気、抜群なんですけども、店員の方も全員ネパールの方で、僕の対応してくれたのは本当にこう長身のハンサムなネパールのお兄さんがすごくジェントルマン で、料理はきちっとこのタイミングを見計らってピタッピタッとこう出されてくるわけですよ。で、いかがですかみたいな感じで、で、それをこうなんか僕はきっちり対応してもらってしてくれればくれるほどめちゃめちゃ美味しいんですけども、ふとそこで疑問に思ってしまったんですが、じーっと彼がお店の端の方でこっちを見てるわけですよね。見てくれてるわけですよ。食べ終わったかなっていうのを。もしかしたらこっちはうまいうまいって喜んで食べてるけども、本当のネパール料理ってこれとどこまで同じなんだろう。なんだかこれはアメリカのこうちょっといい日本料理屋さんで喜んで食べてるアメリカ人の友達とかと変わんないのかなと思うと、本当はどうなんだってことをすごく知りたくなってしまいまして、皆さんもなんか本当はどうなんだってことがありましたら、どんどんメッセージを送っていただきたいと思うんですけれども、 www.jfm.co.jp/sky 携帯電話からでも大丈夫です。ファックスは03-3221-1800まで。